南部暫定評議会、南部暫定評議会、アラビア語、ある、マヒリスある、インタカリリットルジャニュビは、イエメンの分離独立派組織。評議会のメンバーには、南部県の知事5人や政府閣僚2人も含まれ、南部運動の派閥から構成されている。南部運動は2007年に前、大統領アリー・アブド・ラーサール派の任期中に、 創設され、イエメンからの離脱の呼びかけや働きかけを行った。2017年5月11日に宣言が行われ、評議会の大統領に、アデン県前知事アイドルースアイコールズバイディが、副大統領に全国務大臣、ハーニー・ビーン・ブレイクが就任した。評議会の体制は、アイコールズバイディの知事会人に抗議する集会で、行われたアデン宣言で承認された。 STC はイエメン南部の統治を主張している。2017年4月27日、アデン県知事アイドルウスアイコールズバイディは、アブドラッド・マンスール・ハーディ大統領に、大統領に対する配信や、自身の南部運動への忠誠で知事を解任された。5月4日、ハーディ大統領の決定に抗議するため、アデンで大規模な集会が開かれた。 STC は2017年5月11日に結成された。翌日、ハーディ大統領は STC を非合法とみなした。2018年のイエメンの勢力状況南部、暫定評議会の占領地域2018年1月28日から、STC に忠実な分離独立派が2018年のアデンの戦闘で、ハーディ政権に反発し、アデンのイエメン政府本部を占拠した。 STC のアイドルウスアイコールズバイディ大統領はアデンに非常事態宣言を発令し STC はハーディの南部統治を覆すプロセスを開始したと述べたシーアライツウォッチのムスタファーフワンドはこの戦闘はオマーンとの国境付近で新たに発見されたイエメンの石油、金、銀の支配権をめぐるサウジアラビアとアラブ首長国連邦の争いであったと断言した 彼はまた、ハーディ大統領は辞任し、国家再建のために大統領となり風刺と協力する、意志のある適切な候補者を容認するべきだと述べた。s t c は2018年のアデンの戦闘で、イエメン南部の主要都市アデンを占拠した。s t c は、アラブ首長国連邦に支援されている。アルジャジーラによると、UAE は s t c の指導者である。 アイコールズバイリーに応えた南部の武装勢力に資金提供や訓練を行っている。2019年8月7日、南部暫定評議会がアデンを攻撃。同月10日、市内の暫定政権側の大統領宮殿を占拠した。2019年11月5日、ハーディ政権と和解に合意し、双方からなる政府を作る協定に署名した。しかし、 南部の人々を対等に反映した新内閣の発足や軍の再編成といった主要な協定の内容を期限内に終えることができず2020年4月26日暫定政府との和平合意が破断したとして同国南部を自ら統治すると宣言した7月29日には宣言を撤回し和平合意の履行を促進することを発表した大統領指紋委員会は26人で 構成されている。ありがとうございます。